山形美術館開館60周年記念展。河瀬蓮井、旅と郷愁の風景が11日、山形美術館で開幕しました。木版画家、河瀬蓮井が手掛けた新版画、およそ180点を紹介しています。新版画は、浮世絵の技術を応用して、芸術性を高めた木版画で、彫りやすりの職人と協業して作り上げるのが特徴です。風景画を得意とする蓮井は、大正から昭和にかけて全国各地を歩いて日常を写生し、月夜や水辺のモチーフを好みました。本展では、月明かりに浮かぶ松のシルエットが目を引く、馬込の月や、立石寺が題材の山形、山寺など、制作年代順に展示されています。